みたいなやつの穴におやつ入れて、それをなんか延々スンスンしてここにあるんだよ、知ってる、ここにある、あ、本当だ、そういうことね、知ってる、ここに、ここにある、チャンス、チャンス、チャンス、かぐチャンス、いいじゃん、いいじゃん、上手、いいね、上手、いいじゃん、いいじゃん、楽しいんじゃない、鮭、鮭もお水飲むかい、家だ、いいね、今日は楽しくてよかったね、ねえ、楽しくてよかったね、わっちゃん、嬉しいじゃん、嬉しい、こう明日が尻尾にねじゃれてて怒られ怒られそうなんだけど、なかなか何これってなってる怒られた瞬間しか取れなかった、はい、怒られるよ目が離せませんね、うん、遅れたじゃん、なんかそんな怒られるようなこともしてないしね、シャッケ、ちょっと浮いてんの、なんかパーソナルスペースがあるんだね、目がない、そう、やめろって言って、一応トレーナーさんには送り方上手だと言われて、あーもうってなってる、いよ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 怒られた、指してたらどうしよう、大丈夫だねうわぁ、あ、そうだ、あ、はい、よいしょ、はいはい、全然落ち着かない、どんな声するになってる、はいはい、めげないね、めげないシャケ、イエーイってなってる、疲れたんじゃない、さすがに疲れた、あ、疲れた、そうでもなかった、左はね、まだ怒れない、怒れない、怒れない、怒り方下手だって言って、嫌だから怒ってる、ひだり頑張れ、しようかしようか、ひだちゃん、ひだちゃん、じゃあおっぱしようか、しようか、あー嬉しいじゃん、お口開いてるもん、嬉しいね、ひだちゃん、あー、お口開いた、うん、かゆいかゆい、忍び寄る鮭の影が、あ、あ、あ、怒られる、そんなこと答えて、ポンって、怒ったもよくやるけどね、うん、やめろってね、やめろってやるよ、左ぐらいだな、やめろ、うわ、左固く目をつぶるもんね撫でたらね、お腹見せてられないもんねちょうどいいもんね、加えやすくて、鮭、あ、そう、なんだったっけな、これ、あ、なんて言ったのか忘れちゃったね、この魚、うん、
ふな？ふなか、ふなかな、ほいかね、ほい。またおいでよ。シャケちゃんまたおいでって。もうネムちゃんなんじゃないの？しっぽふさ。かわいいな。柴犬が。連れ立ってるじゃん、一緒に。すごいね。チームワーク出てきたじゃん。帰るんだってもおみんなで連れ立って行ってたの。ああ、いいの。はいはいはい、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 どうも。どうも、すいませんね、来てもらって。後ろをね、歩いてる。ちゃんと。復活しちゃったな。そうだね。あ、もう寝るかなと思ってたんだけど。あ、左もお出迎えじゃない。お見送りしてくれる？うん。荷物持ってってよ。うん。左ちゃんって。誰だ？かほって。また遊ぼうよって。ね。ちょっとまた聞いてね。気に入ったか？よし、ハウスするか。あ、ひろちゃん、ハウス。え、ばあちゃん、ハウス。あ、よりこだ。偉い。偉いね。またねって。うちの平にやばらみだ。すぐ帰ってくるからね、待っててよ。すぐ入る。すごいね。ずっと。やっぱうちにはこういう時期なかったね。なかった。うん。うわ。びっくりした。足の間を駆け抜けていったね。帰る。シャケ帰るよ。あ、さよならするの？だいね。バイさよなら。左ちゃんさよなら。ちゃんさよなら。さよならしてるの偉いね、一人ずつ。さよならということに。遊ぼうかもしれない。うん、遊ぼう。なんでそこ入ってんの？だけ。偉い。偉いね。偉いね。これ偉い。聞いてるってことはちょっと冷静ってこと。うん。すごいお利口じゃん。うん。いいや。はい。足足。なんでだ。ひっくり返っちゃった。素顔だね。偉いね。レースやるか。あっちゃい。ちっちゃいコング。あ、ほんとだ。やっぱいいのこのコング。あんまさらだけど。コングいいですよ。ね。最近流行ってるから。あ、自作コングでしょ。そう。え？さっきのあのサイコロみたいなやつの穴に、おやつ入れて、それをなんか延々スンスンして。ここにあるんだよ。知ってる？ここにある。あ、本当だ。そういうことね。知ってる？ここに。ここにある。あ、これ詰めればいいんだ。よくわかってなかった。うん。どうするの？いいでしょ。いい。いいね。ここも閉めれるの？そこも閉めれる。いいね。ここも開ける。あ、そうなの。いやそういう仕組みか。あ、もうコングだ。こっち消すな。気にそうね。あ、風通しいんだね。もうコングに夢中だ。すごい仕組みだね。うん、考えられてる。またね。じゃけまたね。はい、ただいま。送ってきて。じゃけ帰ってよ。よし。ちなちゃんもよし。ちょびのみじゃん。え、なにもう帰ったよ。鮭帰っちゃったよ。え、帰っちゃったね。休んでた少し。よいしょっと。よ、ここで休みなさい。わしょ。わしょ。いいね、ひなり。やばい。なかったね、上手だ。
っと野犬のポテ左とポテおそばがいいんだねひだちゃん。